デビッド・カール・クルーセンはアメリカ合衆国のミュージシャン。パール・ジャムの初期ドラマーとして活動し、その後もキャンドル・ボックスをはじめとする様々なバンドに参加した。ワシントン州のタコマに生まれ、幼い頃からエルビス・プレスリーやチャック・ベリーの音楽に親しみ、後にビートルズやレッド・チェッペリン、ローリング・ストーンズ、ザ・フー、ポリス、ニール・ヤングなども好むようになる。 1970年代後半からシアトル周辺のローカルバンドに参加し演奏を始める。1990年にパールジャムのメンバーであるジェフ・アメンとストーン・ゴッサードからバンドに誘われオーディションを通じてパールジャムに加入した。クルーセンはデビューアルバム10のレコーディングに参加したが、レコーディング終了後にアルコール依存などの問題とそのリハビリを理由に 1991年5月にバンドを脱退する。1990年代中盤にホーバークラフトというポストロックバンドに加入。カール330というステージネームで活動し、1997年リリースのアルバムアカシジアのレコーディングに参加。1997年にキャンドルボックスに加入し、アルバムハッピーピルズのレコーディングに参加。 1999年に脱退したが、以降のアルバムにもセッションミュージシャンとして、レコーディングに参加した。1998年にブラインドメロンのメンバーらと、共にユニファイドセオリーというロックバンドを結成し、バンドは2000年にアルバム、ユニファイドセオリーでデビューするが、翌2001年に解散した。現在も自身のバンドや、コラボレーションなどで活動している。ありがとうございます。